相手して油断は禁物だよ。行こうライザー。サポートは任せて。見切れるか。一気に行く。最後だ。止めて切る。ボス、やっちゃって。いいか。ボス、任せるよ。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。任せよ、答えるよ、ボス。ガラクタ。一匹やっつけた。さすがですね、ライザーさん。はっ。いけー。これで、これでどうだ。せーの、いい形をまとい、敵のスタック。連続だ。私が援護するよ、ソース。クラウディア、援護は任せた。当たれ。ついて、わ、期待してるぜ。もう一発。せーの、これじゃないよ。見切れるか。あいつ今なら攻撃が通りそうだよ。やるじゃん。下だ。2頭で決める。何しようかな。発動するよ。タオ、助かったよ。にゃせーの。あたしが行くよ。だいぶ弱ってるみたいだ。2頭で決める。あいつから鍵が作れるんじゃない。どうだ。任せて。出さないよ。ついてこれる。あいつ今なら攻撃が通りそうだよ。おお、これを今のすごいぞ。最速最短距離で突き抜ける。やべ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。どうだ。ライザの錬金術、期待してるぜ。これで最後だ。ちょっと不思議だな。最強の技、見せてあげるよ。くらー、止まってみやるね。悪いけど、これで罪だよ。極光よ、あだなす敵を打ち砕け。奥義アインツェルカップ。クラウディア、よろしく。よく、あの敵から鍵が作れるんじゃないかな。まだ当てられる。飛んじゃって。腕をしまい。風よ、力を出して。クラウディア、頼んで平気か。その風に乗れば遅い。任せて、クラウディア。まだ当てる。二頭で決めるな。もう一発。せーの。お前らにもお裾分けだ。守りが解けた。癒しの力。今なら楽に倒せそうだ。やりますね、ボースさん。行くぞ。これに決めた。発動。やった。一体倒したよ。みんなお疲れ様。まだまだ強くなれそうね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。強くなっちゃったみたい。よし、まだまだ強くなれるぜ。
どうしたのランバー、何か急ぎのよう。ああライザー、ボスさん見なかったか。そう、知らないけど。あいつ何かしたの。したじゃなくされてるかな。ここんとこモリッツさんの引き止めがかなり本気になってんだ。村の大事な用事に連れ出したり、別の縁談を進めたり、ボスさんをあちこち引っ張り回してんだよ。それに耐えかねたボスが逃げ出して、あんたがそれを探し回ってるってわけね。そんなとこ。今度の会合、新しい船便の折衝だし、ボスさんも同席した方がいいと思うんだよな。あらら、あんたまでいっぱしの秘書みたいになってきてんのね。からかうなよ。とにかく坊さんを見かけたら早めに家に戻るよう伝えてくれ。頼んだぜ。だそうだけど。ランバーには悪いが少し休憩だ。それにしても父さんから逃げ回るなんて、まるで昔のお前たちだな。なすべきことから逃げる申し訳なさと、分かってもらえない苛立ちとが混じり合って複雑な気分だ。言葉にして説明されるとすごく恥ずかしいんだけど。そういえばボス、なんだ。モリッツさんの気持ちはともかく、今のあれこれが片付いた後、学園を卒業したら島に戻るの？結論はまだ出ていない。推薦ではなく正規の試験を受けて学術院に入る道もあるしな。タオに聞いたけど、クリント王国のこと以外もいろいろ勉強してるんだっけ。個人的な思惑もあるにはあって、それを果たすため勉学に励んでるつもりだったんだが、今はそんなものを吹き飛ばすほど大きな事件に直面していて、改めて考え直す余裕もない。それにカラさんの言うように、風跡を介して二つの世界がつながっているのが当然なら。当然なら？いや、これは俺の問題だ。気にしないでくれ。どうしちゃったんだろう。でもまあ、いきなり世界が2倍って言われても困っちゃうよね。このお茶の葉は少し前にオートで買ったんだ。みんなライザのことを懐かしがってたよ。へえ、手紙でも出すか、いっそ出かけてみるか。オートにいない知り合いにもいつか会いたいね。オートのアトリエは事務所扱いで借り上げてるから、召喚に行ってくれればいつでも開けてもらえるよ。おお、さすがクラウディア。ん？クラウディア、何か相談事とかある？え？どうして？親友を侮ってはいけませんな。なんとなく雰囲気で感じ取れるよ。手紙とか船とか、クラウディアにはお世話になりっぱなしだもん。たまには私にもお返しさせてよ。そんなこと、頼られるのも役に立てるのも嬉しいし、
そのために頑張ってるところもあるから。でも実際にライザたちのためにいろいろやって気がついたり考えたりすることもあって。それが相談？うん、理由がそういう自分の気持ちだとしても意義や価値を見出したのなら進むべきかなって。私もお父さんも長い間病気のお母さんのために効果のありそうな薬を探してるんだけど、ライザは村の人に届ける薬とかどうして聞く確信があるの？え？そりゃ錬金術師の勘？でも確信があってそれはほぼ完全に正しいよね。改めて言われると、そうなるね。その力、錬金術師の物の構造を把握できる力にいつか頼らせてほしいの。お母さんのために。そしてもちろんライザのために。何やらすごい計画がありそうだけど。クラウディア、そんな大げさに頼まなくてもいいよ。クラウディアはいつも私に活力をくれる。錬金術師の道を進んでいいって感じさせてくれる。そんなとっても大切な親友なんだから、頼ることに遠慮なんか全然いらないんだよ。そうなのかな。うん、でもありがとう。いつかちゃんと相談させてね、ライザ。そろそろアンペルさんの様子を見に行こうかな。よし、アトリエに行ってみよう。アンペルさん、解読の方はどうかな。ああ、全貌が分かってきたところだ。こんなわけのわからない文章をよく読めるな。それで、どんな感じだったんですか？記されていたのは、万象の大天に関する研究結果と、そこにたどり着くための方法。それを書いた者は本当の万象の大天にたどり着いたというのか？いや、成し遂げられずに果てたようだ。だがここに記された情報は我々の助けになる。何か役に立ちそうなことが。ここには疑似的な門の発生装置の製法が記されていた。疑似的な門の発生装置？ああ、世界の壁を越えることこそできなかったが、同じ世界の中でなら長距離の転移が可能だったようだ。信じられない。その人はよほど優秀な。気を使うな。実際あいつは優秀だった。それこそ万象の大天に招かれるほどにな。それでも失敗。ともかくエミリは門を使って万象の大天にたどり着こうとしたようだ。お前たちはこの大地に大きな魔力の流れが存在することを知っているか？遺跡で聞いたことがあったはずだよ。
魔力の流れですか？説明しておこう。簡単に言えば、この世界には目に見えない川が流れているんだ。そこには大きな魔力が流れている。この世界に住む全ての生命の活力と言い換えてもいい。エミルはこれを龍脈と名付けた。龍脈。龍の風跡の転移はこの龍脈の流れに乗ることで成立している。風跡の仕組みをもとにした晩鐘の体験もまた同じだ。すげえ。しかしそこまで解き明かしてなおエミルとやらは晩鐘の大典にはたどり着けなかった。そういうことだ。それならその装置を私が受け継いで完成させるのはどうかな。アンペルさんはあんまりいい気はしないかもしれないけど。言っただろう、気を使うなと。これは謎を解き明かすために必要なことだ。お前が言い出さなければ、私が提案した。アンペルさん。門の発生装置についてまとめておいた。ライザ、頼めるか？うん、もちろん。仮にも疑似的なもんだ。調合は慎重にな。うん、分かってるよ。私も改めてあの本を調べ直しておこう。これがエミルが生み出した装置のはずなんだけど。ライザネ、これどうやって使うんだ？わかんない。やっぱり未完成なのかも。作ったはいいけど、この石板から何も感じないんだよね。何か足りないのか？その可能性が高いな。アンペル、あれからも本を読んでおったろ。何か分かったことはないか？あるにはある。分かったのは晩鐘の大典の機能についてだ。晩鐘の大典は出現した土地の龍脈に怒りを下ろしてこの場所に留まっているということのようだ。怒りを下ろす。船は怒りを下ろさなければ海を漂ってしまうだろう。晩鐘の大典ではそれと同じことが世界単位で起こる。放置すれば思いもよらない世界に飛んでいってしまうかもしれないということか？そうだ。故に晩鐘の大典の周辺には龍脈に下ろした怒りがある。エミルもそこまでは解き明かしていたようだな。怒り？そんなもの見た覚えはねえけどな。あいつが言うにはあちこちにある石碑がその機能を有しているという。石碑か。確かあの大きな扉の前に一つあったような。一度見に行ってみるか。なるほど、見た目もそのまま怒りってわけじゃねえんだな。ああ、例え話ということだ。石碑を調べれば実際の機能もわかるかもしれんな。
うなら準備は万全にな。一刀で決める。一気に行く。みんなと一緒なら負けないわ。期待に応えるよ。ボス。ボス。任せるよ。敵の策。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。よいしょ。光らせる。見切れるか。うおお。こいつでどうだ。どうだ。この知ってて。せーの。どれにするか。頼むぞ、コアクリスタル発動。助かったよ、ボス。クラウディア、頼んでますか。最後だ。もう一度。これで終わり。よいしょ。任せて、クラウディア。飛んじゃって。最後だ。氷の矢だよ。せーの。やばい、力を貸して。やばい、どうしよう。見えてるよ、同じところに。この感じでもう一発生き上げて。嫌な予感がします。ボス君、いいよ。問題ないぞ、クラウディア。もう一発。連続だ。これで怪我の心配はないぞ。それ、俺の剣を見せてやろう。見切れるか。近くで見ろよ。それ止められるか。さあ、とくと味わいだ。とどめだ、カイザーエンフォース。切れ味も最高だろ。はっ、はっ、そりゃー。ライザー、そこは任せる。ライザー、切る。お願いするね。逃がさないんだから。行くぞ。やべえ、みんな気をつけろ。とんでもねえ攻撃が来るぞ。その一発、それ。攻撃だけの技だと思うなよ。連続だ。みんな、さっさと終わらせるぞ。それ、これで見切れるか。それそれそれ。待って、コアクリスタル、面白そうだ。発動する、行くぞ。助かったよ、ボス。レント、できんだろ。任せろよ、ボス。こいつの出番だ。よっしゃ、発動しろ。助かったよ、レント。始めるよ。さあ、鍵の出番よ。新しい鍵を。誰か、頼んだ。お願いするね。この、くらえ。よいしょ。最後だ。まあ、二つよ。よし、今ならいけそう。こりゃあったわ、ライザー。逃げられないんだから。どうだ、行くぜ。最後の一発。まだまだ。最後の一発。もう一発。終わりだ。逃がさないんだから。これでどう。行くぜ。はっ、せい。行くぜ、ゲリラ。怖がらない、一瞬で終わるわ。最速、最短距離で引き抜ける。せーの、やるよ。これで決める。それ突撃だ。それそれそれ。お次はこれでいけ。よし、今だ。そりゃ力を一つに。フォトクエスト
ユさんには自信があるんだ。やだよ、これだ。こんな技も使えるんだ。こいつでどうだ。燃えろ。狙い撃つ。ま、この程度余裕よ。みんな、敵よ。私がハンドするよ、ボス君。クラウディア、援護は任せた。見切れるか。この行け。何もないよ、ボス。狩猟の成果だ。そいつでどうだ。みんな気をつけて。強い攻撃が来そうだ。必殺当たれ。はっ、せい。おい、今なら鍵を作れるんじゃないか。はっ、これで2頭で決める。ライザの錬金術、期待してるぜ。ボースと戦うなんて。一気にちょっと引き裂く。こいつで切る。行くぞ。もう一発。敵を裂く。ボス、やっちゃって。なんだと。私とボス。ボス、やっちゃって。任せてよ、ライザ。まあ、二つよ。よし、一匹やっつけた。やったね、ライザ。任せろ、ライザ。ひとつきだぜ。なんだと。レント。あいつから鍵が作れそうだな。試してみないか。弾けろ。よっしゃ、いけるぜ。食らいやがれ。うー、グランドインパクト。お前らにもお裾分けだ。怖がらない、一瞬で終わるわ。最速最短距離で突き抜ける。行くぞ。レント君がいれば安心だね。それ、クラウディアの弓、もう一回。期待してるぜ。行ってて。行くぜ。任せて。まだまだ。出さないよ、闇の刃よ。手加減はできないよ。行ってて。ついてこれる。少々まずいことになる。どうだ。まだまだ。これで。こいつでどうだ。気をつけて、嫌な予感がします。もう一回抱きつくぜ。しかしな、こんなに遅い。貴様を切る。とどめだ。よっしゃ、こっちのは倒したぜ。レントさん、相変わらず頼りになりますね。発動するよ。すまない、タオ。みんな大丈夫だった？まだまだ強くなれそうね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。強くなっちゃったみたい。よし、まだまだ強くなれるぜ。危なげない勝利だ。来るか分からんぞ。ありがとね。よし、取れた。
そりゃこいつらなら余裕ね。クラウディア、援護は任せた。私が援護するよ、ボス君。貴様を切る。それ、止める。よいしょ。ボス、やっちゃった。ボス、任せるよ。当たれ。連続だ。あいつ、今なら攻撃が通りそうだよ。ボス、やったね。最後だ。貴様を切る。だいぶ弱ってるみたいだ。なったわ。あいつから鍵が作れるんじゃない？もう一回僕が行く。闇の刃よ、ついてこれる？せーの、やってやろうぜ、タオ。ボス、一緒に戦おう。最強の技、見せてあげるよ。止まってみえるね。悪いけどこれで詰みだよ。極光よ、あだなす敵を打ち砕け。おい、アインツェルカップ。レント、なお期待してるよ。俺に任せとけ。あいつから鍵が作れそうだな、試してみないか。いっけー、治れ。しまいにしようぜ。いっけー、こいつはきついぜ。力が溢れてやがるぜ。いっけー、くらえ。いただきだ。よいしょ。まだ余裕ありそうだな。この感じ、どっちだぜ。嫌な予感がします。怖がらない、一瞬で終わるわ。最速最短距離で突き抜ける。この敵隙だらけです。一気に畳みかけましょう。やるじゃねえか、パーティン。見切れるか、こいつでどうだ。レント、知らせ。できんだろ。レント、止めらんないだろ。強力な攻撃が来そうだ。きついぜ。全員守りを固めない。力が溢れてやがるぜ。重いの行くぜ。そこだ。行こう、ライザー。このタオ、サポートは任せて。全力を出す。弾きろ。よっしゃ、いけるぜ。食らいやがれ。うわ、グランドインパクト。この、そりゃ貴様を切る。一気に行く。そりゃ貫く。いざ土よ、少々まずいことになったな。この真っ二つよ。あやつ、様子がおかしいよ。抜かすよ。警戒せよ。とどめだ。連続攻撃。逃げちゃいなさい。ライザー、頼んだ。僕は任せる。今の伊藤で決めるぞ。俺や、成功して。よし、できた。レント、頼む。いいんだろ。なお、これができる。下だ。いや、当たれ。よいしょ。みんな、大丈夫だった？まだまだ強くなれそうね。少しでも早くお前らに追いつかねえとな。強くなれたみたいだ。強くなっちゃったみたい。よし、まだまだ強くなれるぜ。さあ、次に行くぞ。あとは報告するだけだな。